はい、70mm 70の2.8のコーナーでございますああコーナーもうこれ明らかに違うねはいもうこれは悲しいからこういうことですだからあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーぶえー。はいということでございますけどね、はい、じゃあちょっとねあのー、これいきましょうかはい、はい、えー おかげさ SIGMA さんから2805の、えー、今胸厚超ホットホットのレンズ F2.8 同士の DVDN アートの方を初 SIGMA さんとコラボさせてレビューの方をさせていただいてるんですけども、うん、なんと皆さんが一ちゃん気になるであろう元祖これ、ね、標準域でのこのズームレンズと比べたときにじ,じゃあ実際これはこの大きさで作ってどの程度の写りなんだとか。 どの程度まあったりとか、まあ、表現力みたいなものは昨日の作例で、まあ、あと今日の 4K とか明日の 4K とかで皆さん分かると思うんですまあ実際はもうちょっとその、まあ、分かりやすい形誰もが見ても <laughs> 分かりやすい形でじゃあ実際 純正ズームとどの程度違うあの、元祖純正ズームとどの程度違うのかっていうことをちょっと私の方で、えー、資料を作らせていただいたので、これから一緒に見ていきましょうと,ということですね。という形ですね。はい。ちょっとつないでてください。はい、これねその、やっぱりね、焦点距離が、まあ、これだけ違うし、サイズもだいぶ違うんですよ。そうだ,だから、そこ先にやろう、サイズ、そうだ、それ忘れてた。 サイ,サイズ、サイズのちょっと。うん、サイズがだいぶ違う。そう、サイズがだいぶ違うんで。サイズの変化系も違えば、うん、その、えー。全長も違うから。あのー、本来、その比べるのは、ちょっとナンセンスな感じなんだよね、うん、本当は。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。だけど、だけど、その、えー、特性上、うんえー。やっぱり比べられるのは、従来の標準ズームレンズ。で、これは、まあ。次世代と言っていいと思います、これは。うん あの正直言って次世代の F2.8 同士のズームレンズとして実力のほどどうなのか、うん、で実際のところは倍率だけで言ったらこちらの新しい2800号の方が倍率の負荷は高いんですよそうなんですよそんなの分かってるや<う>短いのほいいいいうがん、うん、倍率の高いレンズっていうのはそれもだけど当然いろんな負荷がかかるんで、えー、画質のところに影響もするんでね。 その普通に考えたら2470の方が絶対綺麗なはずなんで,でけど、でかくしてる分っていうか、でかくしてる分、<ら>そこでいいどうなんだっていう,う、どうなんだって話ですよね、<う>だから、せめぎ合いのところを見ていただきたいなってところですよね、はい、なので、今まで標準ズームでいったら、2470を使ってたんだが、新たにこっちの105にしてもいいのかな、でも画質気になるよねっていう方向けです。ちょっと、ちょっとイレギュラーですけど、他社メーカーと、まずちょっと大きさだけ。 ねちょっと大きさ他社メーカーも含めてそうですねはいあのこのレベルのレンズが、はい、どの程度の大きさの要はその気になってる人あこれは3500ですね、はい、A A058 ですねほぼ一緒、はい、ほぼ一緒ですもうねもうここの上に板を置いたらね平行なるレベルで一緒です <laughs> はいもうほぼ一緒でございますちょっと若干、はい 3550の方が細い、ちょっと細い、うんうん、そんな感じくらいですあのフィルター系が 82mm のところから少しだけ、えー、A058 の方がちょっとだけ外にワイドになってるから、まあ、でもまあ、びびたるもんです、さっきり言って、うん、ほぼ一緒ですよね、うん、間違い探しぐらい似てます、うん、大きさが。なので、逆に言うと、この A058 を結構フランクに使ってる方は、このレンズ、何の問題もないです、そうです、はい、でも全く、はい、同じカバンに入るし、 えー、そうですねフィルターフィルターもシェアできます、うん、はいで要は全くどう,どうなんだっていう形の想像もできないこともないってことも,、ね、でもほぼこれだと思ってくれればいいわけですからねあとはもちろんですスペック的にはちょっといくらなんだろう重さはどのくらいやっぱ3550の方が重たいちょっと重たいああな,、うん、なるほどね、うん、はいこっちがもう一つシグマさん同士ですねはい大丈夫ですかで部長説明お願いします <laughs> これ,はね、これはね2845の F18 というレンズなんですけど、はいはい、まあこれもね、まあ、見事にニアでございますね、うん、はい、はい、あのもうほぼ一緒だからこれ3本並べとくとね間違い探しゲームになっちゃいますこれはい、はい、それぐらい似てます、ね、でもうフィルター系も全部82、うんうん、なんでまあなんかねこうこうもみんな似てくると何、うん、とかな現実的に要はその使える人間がね普通に。

おこれ以上大きくするともうちょっとみんな受け入れるだからもうギリギリほんとせげめぎ合いの中のギリギリの一番ちっちゃいやるとみんなこれになるって <laughs> 82mm での限界値がこの辺なのかなもしかしたらそうだからもうそのんだろう1キロ行く行かないぐらいのところっていうのがまあ一旦の限界値なんじゃないかなそれ以上行っちゃうとそれこそから運用方法としては望遠のズームのと同じ運用になるんでフランクにカバンの中に入らんとかさうん、うん、そんな感じなのかなああこれは伸ばした状態ですね、うん、はいはい、うん そんななに大した伸びないですよ倍率の割には、うん、もっと普通伸びるですけどねこれね、うん、この程度で伸びるんだで伸びがこの程度ってことはねズームリングの要は回転の要はこの要は半径っていうかね、うん、ここまで、ね、意外に短いです 28mm から 100mm まで速い早いですパーンともうテレタンワイドタンからテレタンまでが早いですねうんはい私の方で今度は24 <laughs> ね、はい、大きさのね違いということで。 これね、フードの大きさはほとんど一緒なんだけどやっぱりだいぶ小さいねこうやって見るとね,ね2470だって切れちゃいが1.5切れちゃい1.4切れちゃいぐらいだもんねフードなしだったらそうですね1.5倍ですね、うん、だってこっち2切れちゃいだもんねそうだね 2t ですねこっちうんねだからそう考えるとちっちゃいよね、はい、うん、うん、そんな気はしますねはい これ伸ばした時です、ねはい、ああこれもうこれ,これ見るとさ2 8一1 0 5よう頑張ったっすねこのね、うん。これで済んでんだうんねえ、まあ、新しい単位 <laughs> はい、まあ、これはあのそうあのーはい、かなりツッコミがあってあの,あのなんだろうレビュー案件でもあの普通サイズ言うのに 横から切れ鯛が出てきて切れ鯛がメジャーのように測って一切レビューの中で長さを言わないで終わるそっていうねそうレビューを終わって <laughs> 下にこうキャプションで数字を書いてそれで補足するっていうねもう3回くらいそれやりましたけど。<laughs> そうただねあの皆さんで共通のものっていうと意外にこれ持ってる方多いんで、うん、あの自分の手元にある切れ鯛出しておおこんなもんかみたいな感じで割とこれねこれ ふざけてるみたいに見えますけど意外にリアルなんですよこれ実は本当に意外に実はね便利なんですよ共通のものってことでうんまあでもやっぱり小さいね2470うんうでははいちょっとジャブからいこうかなはいおまず2 4ミリまあ要は両方とも勝ち合わないところわかる テレタンと広角タンそれぞれのはいだから2470だと 24mm で28105だと 105mm はい両方の速は合わないよねないよねそうないからそれはもう比べようがないので先に見せますはいなるほどわかりましたはいえっとやばいなちょっとおじさんローガンズ全く見えないなるほどはい 切ャイって共通なんだ共通なんですよ。ガク、はい、ちゃんさん買いました。ありがとうございます。切ャイ買っていただいてもですね。ありがとうございます。はい、えー、っとちょっと待ってね。はい、画面出てますけど。画面出てますね。はい。えー、っとはい。2.8と。 えー、これはどっちがどっちこれ両方ともに2470の左側が F4 で<ー>右側が F11 でございますあこれまずあれだねあ絞りの違いとてどこだそうそう,そう結構、ね、あ分かりましたはいで、ね、絞りの違いの見え方ですね<っ>で結構周辺原稿出るんですよあすげえ音がする、はい、周辺原稿が結構出るこのレンズうん もこれあっこれあれこれちょっと待ってねえーはいはい、28と 40L が 28R が40はは、うん、結構周辺結構出てるんだよねはははこれね見ると分かるんだけどああか開放でそ<う>まあまあ要は、うん、そうなる、ね、開放はかなり出るで一,一段絞ってもまあこたまたま下側が出るのは多分ライトの関係もあると思うんで まあけどそれでも出るっていうことはまあまあこのレンズは結構あの周辺健康であと若干樽型が出てるのが気になります本当だねうんああ<ー>でやっぱりだからワイド側はやっぱり結構やっぱり無理するねそう<構>でこれ五これは5.6と8.0はいあ<ー>まあこんな感じでやってますねでえー、っとじゃあもう一回ここに戻って2点 あち,ちょっと,、えー、っとこれねはい2.8と4.0なんだけどじゃあ真ん中はどうなんだとあ,あはいはいはい2.8と4.0はい2.48と4.0の真ん中でございますはいもうほぼ一緒ああまああは開放でもよく映るってこと言いたいわけねそうそうそう真ん中のところはねでコーナー 左が2.8右が4.0でございますあこれ優秀だねこれそう優秀なんですよあこれ優秀っすねはい相当これは今ね、えっと、2470の DGDN の単体でのこれは、えー、要は検証してますはい24、はいま、はしてません24ミリ側ですもうこれは検証しようがないので、はい、まず24ミリだけを見せてますはいあ、はい、そうですね24ミリだどうなんだいということで単体を今見てますはいもうさらっとどんどんいきますね5.6と8.0の全体像ですね、はい、まあこの辺は そんなに変わらないですはいでうんセンターはいセンターもほぼもう両方とも優秀です素晴らしいですはいうんまあ開放での要は性能劣化っていうのはほぼ見れんってことですねはいで、はい、コーナーの5.6と8.0ですもう8.0ぐらいに絞るとさすがにかなりいいですねいやーすごいねこれ、はい、ビンビンだねこれうんはいああ<ー>でえっと で、最後、コンタ最後に見せるやつを先に見せちゃったんだけど2.8と11、もうこれ、コーナーに見せます、はい。あー、もうだから2.8、すごい、開放がこれ、11右右11です。ちょっと解析始まっとるうん、始まる、分かる。始まるね、早いね、うん、意外に。うん、若干、<ー>若干始まってるかなっていう感じはちょっと受けた、俺も。うーん、これあんま絞っちゃうかな、このレンズ。で、これ、センター。 まあセンターはもういい。<ー>センターもね見、見るまでもない。両方とも素晴らしいです。あすごいね。これわかんないね、うん、ほとんど。うん。はい。まあ、けど、だから、まあ2 4ミリかなり広角は非常に優秀でございます。うん<ー>。はい。じゃあ、次でございます。えー、皆さん気になってる28105の105。はい。105です。105の、えー、っと、 と4.0はいはいこんな感じでございますねのまあ変わんないよね分かんないよねこれだとねまあこの大きさだと分かんないですねはいのセンターうんセンターは1 0 5ミリのね開放とちょい絞りってことねのセンター28とこれ1128828あれどこだ 四だね。二八と四だね二八と四。あっこれだ2八、うん、の四。はいセンターうわーこれ結構すごいなこれうん変わらんね<う>両方すごいねそう両方ともすごいもう開放も F4 も変わらんですねそうセンターねこれ本当に変わらんな、はい、これ、うん、えー、こんな映んのこれえっと二八40とのコーナーこれ若干出てるうーん やっぱ40の方がいい右側ねいいですね4の方がいいですねうんうんはいでえっと四今度56と80はい56と80はい5680はいだいぶ周辺結構減るああほんとだね絞るとねうん絞ると減るでもう綺麗に映ってます まあこの辺は見たところでこれ 4K で見れますあの,あ,あのライブっていうか作りましたからはいはいえーと28282856の80のセンター5680センターこれですはい5680センターもう80になるとね,、まあ、ね80になると結構シャープになる若干シャープ8すごいね8すごいはい勝ちいな、うん、こう見ると絞った時の良さはこっちの方がいいねうん うん、2八105の方が、うん、絞りに対しては強いね、うん、8 8 5 6, 8、うん、小絞りがねやっぱり解析しちゃうからねどうしてもどっかの段階ではい5680のコーナーうわーやっぱ8すごいねああ8すごいな F8 えぐいなうんはいなるほどで8が終わったんで はい。まあもうもうセンター見るまでもないのでコーナー見ましょうか八と十一のコーナー、うん、はいはい八と十一のコーナーですうんまあ八が優秀かな十一もまあ若干まあでもほとんどかわかんないねこれうん,うんほぼ一緒だなはいうん十一でこれかうん十一でこれですああ まあ、ほぼ一緒かちょっとでも11の方が少しディティールは出るかな、うん、シャープさは少し減るかもしれないけどディティール増える気がするななんかコルクのクラブのそうご,ご,ごちょごちょっとした感じが,が、ね、ちょっと立体感が立体感が出てる気が気持ちするかなっていう感じですかね,うん,ねうんはいでじゃあ2.8と11でし絞った時と開放でコーナーとあれがこれだけ違います、うん ああなるほどねこれコーナーねあじゃあセンターだコーナー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 あコーナーかもうもうセンターはいいの分かってんでもう今ねさっき見せコーナー明らかに違うっすねうんコーナーが気になりますねだからだけど開放でこれだけ打つって考えれば 105mm も非常に優秀だなということがいややっぱ105優秀だないどうでしょうか一応今2四2四と105それぞれの端っこそうですね合ってないところですね うん、では本命ですね皆さんが気になるねはいえー、じゃあ2470のえ2.8、ー、の2 8ミリうんはいあとでね2 8ミリ同士だねこれがね二2、はい、8ミリ同士で で、小数点が勘弁してください、分かんないで。ああ、微妙なところはね。ぴったり合わないんでよね。はい、無理です。やっぱ、樽型が出ます。周辺原稿が両方とも出ます、やっぱ。2 4 1 0ものが周辺原稿強いね。そそうう。 はい、あなるほど結構樽型気になりました、まあはい、私はね樽型まあまあ出るっすね、うん、でセンター 28mm 開放のセンターです、うん、はいもうほぼ一緒<ー>ほぼ一緒これはもうほぼ一緒ですね、うん、ほぼ一緒だけど若干2805の方がいいかなっていう気はしないでもないあ左が 2805?、うん L が28100、うんうん、右が2470あーコルクのデコボコ2810の方がデコボコしとるかもしれんねあと岡本さんの「弘隆」の下の字とかああここねはいはいはい、であ,とあ確かにここ<る>いいねあとアルファホビーブの2人のキャラクターのマークのちょっと出方が若干105の方がいいような気がするうんほ、うんとだほんとだそんな気がする、うん、まあでもほぼニアですねそうニア、えーうん、でコーナー

レンズ設計、相当余裕が…いいんだねこれは素晴らしいってことなんだよね、うんうん、やっぱ 24mm になると急に難しいんだねそうそんな感じがするああなるほど、うん、でえー、い一応やったよねで次えーま、よ4次4かうん4はい4合ってるね F4F4 の2点、うん。 でここでだいぶ周辺原稿がだいぶ減ったけどうん、うんうん、やっぱ樽型が特に、えー、28105の方が気になるうんそうだねこれレンズ補正はオンになってますか、うん、なってるはずいやそのつもりでやったから、はいうん、間違ってないはずはいはい、はい、なっててこれだったらまあまあ大きいですね、はい、で、うん、40センター 28mm うーんまあわかんないほぼ一緒です <laughs> まあほぼ,ほぼ互角うん、うん、で40コーナー5年から気になるのかな皆さんうんはいもうこれもほぼ一緒かなあーまあ一緒っすね、うん、若干2410528105かまあ一緒やな、うん、一緒やね緒気のせいっす気のせいっすね <laughs> <laughs> はいまあ、100%完璧で同じ状態で撮ってるわけじゃないなるべく近づけてね LED で撮ってはいるんだけどはい、うん でえー、まあちょっとまあこの辺はあれなんでこ今度5.6か。はい。うんうんうん。えー、5.6はいだいぶ周辺原稿減りました、うん、もうほぼもう同等になったんですね、はいうん。はい。うん、で5.6のセンターはい5.6センター28はい。

あーえ、5.6でいいんだよな。はい、5.6ね。はい、28.5.6コーナー。うーん。もうこの辺これ,これまあ一緒っすね。はい、一緒です。優秀 <laughs> だからもう非常にこの辺は優秀です。うん、似てるっすね。うん、でもまあ8まあはい80コーナー。あーまあ一緒かちょっと2410の子か。うん。あの最近僕見てるのはねこの8とか9のね丸の抜け見てるんですよ。うん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 。 あの数字のところのだるまになってるところの抜け、うん、あそこは白がよく綺麗にクリッと抜けてるかどうか、うん、4とかさあそこを結構見てます1000というよりもねそこを見てます僕は。まあまあこの辺はもうあまあまあまあ、まあ、ほぼい,うん、うん、いい感じじゃないっていうところですよね。うん、まあただねやっぱり、あのー、さっきも言った輪郭がはっきりしてるとそのさっき言った8とか9の丸の抜けがよくなるんだけどそこに関しては新しいレンズの方がいいですね若干。 はい、11、うん、まあちょっと抜き抜きで見せたり見せなかったですけど、はい、これ11やっぱ樽型からねやなまあここからもずっと気になりますけどねはいで11のセンターはまあちょっと抜いてもいいやこれはいコーナー11コーナー若干ね2四7るのがいいかなっていう気がしないこれだったらいいね11だったらいいねこっちの方がうん,、うん、うんはいまあこの辺は2や でございますはい 28mm、えー、一応両両レンズっていうか一応105基準の開放広角端っていう感じでございますね。はい。でこの辺からねちょっと分かってくるんですねえっ、ー、とねうーん次。 今この状態だとほぼ互角ほぼ合格ほぼ何にもまあ別にしょ勝負をしとるわけじゃないですけどどっちがどっちだかわからない,いう、ね、そう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 はいちょっと待ってねはいいいんだよね50ミリああはい50ミリだとえー、っと周辺原稿が結構2470が結構気になりますあほんとだねここにきてそうなるのかうん これが分かんないけどねはいちなみに、まあ、ちょっと先にミスしちゃいますけどこれが5.6まで絞るともうこれだけほら綺麗になりますだねだからこれが2.8から、まあ、今4とか飛ばしちゃったけどまあ絞ればこういうのもねよくなりますじゃあ2.8のセンター,ーはいこれ私の服の 字とか見るとなんとなくわかるかな。解像度とか、はい。そうすると若干、本当だ抜けがね。うん、二八百五の方がいいかなっていう感じがします、うん。いいね。確かに。うん、はい。う,ーんうん。えー、っと五十ミリ、五十ミリの二点八だから五十ミリ。 もうね、すげえ枚数があるからね探すのが大変なんだよね、うん、50mm のここだと11だもんな 50mm50mm、うんうん、ここ28あもう 50mm50mm のコーナーがないこれが F が今が2.8解放か。 2.8のコーナーがない2.8のーコーナー2.8の50ミリ、うん、ないちょっと20うんこの7 0ミリこれ全部ない、はい、70ミリないな、うん、まあちょっとちょっと待ってね、部長繋いでて何か読んでてあげてはいよ 楓さん、1万人達成おめでとうございます、でさっきからの電車移動中なので、一旦離脱しますが、アーカイブでフル視聴します、ありがとうございます。えー、っと、はいはいはい、あコントラストの差のような気もするけど、まあ、そこも含めた要は改造になってくるんでね、はい、あのレンズっていうのはね、あの細かく映るっていうところも当然あるんですけど、その要因というか、因子みたいなものが結構あって、うん、コントラストっていうのも当然そこの一部なんでね。 あの別には考えられないですね一緒のことですね要はそれに関してははい、はいうん、コーナーあーこれが50の2.8の開放のコーナー、はい、あこれは新しいレンズの方が明らかにいいですねうんうん色味は結構癖が出てる若干う,ーんうん,なんまあ段数同じなんだけどね新しいレンズの方がニュートラルねうんうん はい次あの2477の方も単品だか見てれば別に何の違和感もないですけど、うん、比べるとちょっと違いがわかるですね、うん、はい4.0の5 0ミ、mm、リですはい、はい、うんまあ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 うん若干で、ね、右側が青っぽくてうん、105の方がちょっと若干黄色っぽいんだよねまあこれ辺が何どどっちが標準なのか、うん、黄色いっていうかニュートラルですようんうんあのやっぱり ニュートラルのカラーってね、ちょっと黄色く見えるんですよ。うん、うん。で、みんなが見てる白って、あれ、青いんですよ、実は。はい、4.0。センター。はい。うん。やっぱこれ見ると、これちょっと違うね。105の方がいい気がする。いいね。新しいレンズの方がいいですね、うん、ここ見ると。うん、ああ、なるほどね。4.0のコーナー。 ののコーナーのコーナー、ーーナナブーの辺とかねかはいこれ4.0のコーナーあこれ明らかに違うじゃんこれもう全然違うなこれ、はい、あーなるほどなるほどね、はい、ちょっと絞ってくると変わってくるね、うん、で5.6はいはい、はい、5.6でーすもうねうん 若干周辺原稿が若干2470の残ってる気がしますかなっていう感じかなうんうん、うん、お色が明らかに違うですねもうこの時点で、うん、白身がちゃうね5.6のセンター 50mm はい、はい、ああこれは結構違うなうんうんあのねアルファホビーあ YouTube のね赤の色を見ると、ね、かなり色がお互い違うのが分かります はい、そうですね黒のとこじゃなくて赤,赤を見ると結構それぞれのレンズの色の特性がちょっと出てるかなっていう気はしますはい5.6のコーナー5 0ミ、mm、リこれはね若干あれって思いました2470、ね、24逆転したっすねこれうん,なんか2470の方がいい感じがしますへえーはい、じゃあ次 88? まで絞るとどうかっていうともうほとんど周辺原稿は気になりませんうーん、はい、お色の違いはよりはっきりしてきたな、うん、こ,こな、うんなのとで白身だね白身が違うっすね8のもうもう8の、うん、8の8のセンター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  8, 8のセンターこれ2.88のセンターがこれ8のセンターはい8のセンター、はい はい、あこれは差が出たなこれちゃうっすねこれうーんうーんうーんで8のコーナー50あーいいんだよねこれこれああこれ2 8ミリごめん2 8ミリだこれ2 8ミリごめんなさいえーはい。と待ってねややこしい 5 0ミリの8のセンターがないな8のセンターこれちょっといいな8でしょはもうちょっとややこしいからちょっと飛ばしてもいいなこれ8の,8のセンターはい8のセンターああなるほどちょっとちっちゃい英語が105の方がよく見える気がするあのねさっきからやっぱりねその 島の出方丸いところっていうか、うんうん、島の出方はねやっぱさっきからねやっぱり241番の方,の方が、ね、はっきりしますうん、うん、あのー、まあ簡単に言うと潰れにくいです、うん、細かいところがうーんまあ8のコーナー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 うーん はい8のコーナーはいこれ逆転したねそうだからそう逆転したんだよねね、うんあのー、202470の方がいいねそう5 0ミリはねはい、あなるほどで次まあまあいいか11が十一があるかな F11 うん F11 が こんだけ取りましたからね、ややこしいでしょ。11、あと11、50の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 11、は十、うん、50の11、はい、50の11、はい、50の11、まあ、これは分かんないねうね、んうん。まあ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 、けどやっぱ、もうこれ、ここを見ると明らかにも色が違う、もう本当に、これがやっぱりレンズの特性の違いですね、全体的な。うん 絵作りりがここれだいぶ変わりますこんだけ色違う,と、うん、うん、やっぱりね、その今回の,その2 8八0五がね、全般的にすごく自然に、まあ、自然という言い方はすごく曖昧だけど、えー、肉眼のホワイトバランスに違っていと言ったらいいのかな、うん、それがすごくあのナチュラルに感じるんじゃないのかなというところは、多分ここに起因してる気がしますね、白が、おしろいの白が出るんですよね、うん、コピー用紙の白じゃなくて、おしろいの白。と言ってもいいですねセンター あ、これちゃうな、これ、これ明らかにちゃうね、これ。センター優秀です。二四、二八百優秀です。うん。まあ、あ、白いが新しいね、新しいレンズは。で、十。これは、これは時代ですね、これ完全に。半年しか違わないのね。で、十一。違わないけどね。十一のこの、やっぱね、コーナーは五十ミリなんか妙に。二四七丸。そうだね。弱いね。はい、で。 皆さんあとは望遠端でございますはいはいはい、はい、望遠炭の70ミリこれはでもよく考えたら冷静に考えたら2405に軍配が上がるはずですあの、はい、余裕ですからねそこなのよ単に足してないですからねそう2405はね<う>途中ですから<だ>そうそこの部分が皆さんがどう判断するかというところなんですよここのここが一番多分注目なんですよねうーん えっとちょっとまたつないでくださいね。今どあ確かに白と黒がすっきりしてるそうですねかぼ,そかぼそさんガクちゃんさん部長が言っておられた白と黒の綺麗さなんでしょうね、うん、なんかこれ見るとそんな気がしますね確かにこ,れもここがあの感じたことっていうのはここがに要因があったのかなっていうふうに感じますねこれ見るともっと色が違う、うん、はいおあこれマジちゃうなこれこう明らかにちゃうですねこれねはい これはやっぱりね、単体で見てたら分からんわ、これは。これ、比べると分からん。はい。はい、うん、比べるともう明らかにね、新しいレンズのほうがニュートラルだね。ああ、だから青っぽく出るっていうかね、グレーっぽく出るよね、だからね。これね、あの皆さん、目の錯覚でね、あの左のほうが黄色く見えたり、右のほうが青く見えたりするんですけど、実際はこれ違います、これは。あの比べてるから違うだけで、うん、実際のところは、新しいレンズのほうが、これ、隠すと分かるんですけども、あの非常にあのセンターですね、白に関しては。 うんこれ28の 70mm はい昔の新たなニコンのレンズみたいな色 <laughs> うんニコンのレンズこんな感じなんですよもうちょっとあれだけどねもう少し黄色いけどねだけどこんな感じはいだからキャノンのレンズよりもニコンの方がまあ自然だとは言われてましたねはい 70mm の28の真ん中ああ 色が結構違うな色も違うけどこれ改造も違うねこれグレーの色が違いすぎるもうねグレー違うねもうやっぱり若干もう古い方に関しては少しマゼンタ持ってきとるね少しそう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 何か青だからさっき青っぽく見えるんだけど下のね白いとこ見るとやっぱ白は青っぽく見るんだよね青っぽくなるしちょっとマゼンタかぶってるように若干だけで見えるそう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 うん何

あのはい、はい、私が右側に書いてあるやつは2型ですすいませんはい 2>,、はい、2型です最新両方とも最新ですはいナイトライダーさん白か白く出るのは良いですよこれ意外に難しいんですよこれとても難しいですあのライトルームでね処理するとき、ね、これ結構違いますこれあのニュートラルのフォアとか出てるのははいここからがポイントになりますはい滑目してくださいはい はい 70mm の2.8のコーナーでございますああコーナーもうこれ明らかに違うねはいもうこれは悲しいからこういうことですだから結局これさっき俺が言ったやつですよはまだズーム途中なんで余裕あるんですよねだけどやっぱり2470は 70MAX 勝田で要は単なんでいはもう足し取る限界に足しておくもうこれ以上はいでもこれ見るとさ面白いのがさ あのー、やっぱり2470ってね、あのー、テレタンとワイドタンで言うとね、あのワイドタンのそういうことなんだよね、まあ、少なくとも,も、ね、シグマのそういうの多いんですよ、そういうレンズ、うん、あのワイドの方が綺麗に映るっての結構多いんですよ。うんうん、で、シグマの、まあ、これ、シグマだけど、28105に関しては、これね、実は逆なんですよね、これ、100の方が綺麗なんですよ俺の感覚、俺の感覚だと。テレタンが綺麗ですね。 70ミリでこれだもんねこれはやっぱりズームのあれだな<え>限界なんだなそ<う>これそうだから結局24スタートとかそういうところだよねああこれちゃうっすねこれあの倍率の問題じゃなかったんですね結局うんでやはりまあこれで多分小型にしてってって無理させれば多分同じような結果だったんでしょうけどうサイズをやっぱりまあ8 2ミリのフィルター系にして長さもここのサイズまで えまあそれでも小さいですよ、これもちろん2105、うん、小さいですけど、それでもやっぱり大きく、サイズを大きくしたっていうところで、やはりこれだけの画質が担保されてるとてことなんですよね、倍率が多くなってるから、ズームの負担としてはこっちの方が高いはずだよね、さっきも言ったけどさ、うん、う<ー>んそうそうそう、倍率の負担はね、そそうそう考えるね絶対2400号の方が高いはず、倍率負担は、うん。これ後でちょっとスライドショー一旦私削除して あの右側の文字打ち直しますねこれはちょっとさ<ー>そこねスペックがね、うん、確かにちょっとこれはちょっとままあさすがにまずい <laughs> はい、うん。うちら今だったら説明できるはい。でこれ通常ね四 f 四の五七十ミ7 0 m m f 四のセンターはい。 もうこの辺でもだいぶ違うあーこれ違うなー、はい、やっぱり247070ちょっと弱いなーはいそういう感じですよね、うん、はい。はい70弱いなってちょっと言い方がいかんけど、うん、比べれたらってこと、はい、あのダメなわけじゃないです決してはい全然、はい、ダメな使い物なのかそういうわけじゃございませんはい、うん、コーナー 厳しいですねこれ厳しいね、これ残酷やね、はい、これ残酷っすね。はい、まあでも端っこはねあの、アウトフォーカスしてることが多いので、はい、<laughs> って思いましょう、はい。はいまああの車<と>体中心に持ってくることが多くて、そこにフォーカス合わせてますからね、はい、そもそもが、はいあの。ビンビンに全部パワーフォーカスなんてないんで。はい まあそれでいけばまあこれぐらいの差は端っこだったら、はい、まあいいでしょうとおいう感じだけどちょっと現実は厳しいねこれかなり厳しいですはい5.6ああこれは厳しいな色が違うね相変わらずはいうん色は相変わらず違うはいうんえ5これはでも好みだなはい色はね好みはい5.6のセンター、うん、ここも厳しいねちょっと、ね、いやーこれ厳しい はい、あやっぱり 70, 70対決は結構これは残酷ですねそう残酷ですはいあこれは残酷っすねまあ仕方がないのかこれは仕方がないのかやっぱり新しいレンズはやっぱいいのかうん、うん、まあまあけど望遠端の差が出ますよねそうだね望遠端じゃないもんねこれうん,ん5.6なんでやっぱそう思うと、まあ、倍率っていうのももう最近ちょっとあんまり なだから、うんうん、まあテレタン望遠タンの方がちょっとそうだね端っこ同士っていう形の方があ、うん、まあそういう比べっこするんだったらまだあもうこれも残酷やなこれ <laughs> 5.6まで絞ってまだここまでなんだって感じで、ね、これ残酷っすねこれ5.6のコーナーでございますうーん 残酷だねーえーと 8, 8, 8どうでしょうかね8までいきゃだいぶ変わるんじゃないですか ?8 の8の八は8の普通8普通はいあっこれ50だちょっと待ってね50だからこれ8の508の7 0八の七十ちょっと待ってこれ今50ですこれちょっと違います八のはい。 うん最近中国レンズメーカーが躍進してますが、これは作れない。まあ、ズームは厳しいでしょうね。単焦点はね、結構いいのを作ってきますけどね。はい、ズームはまだまだなんじゃないかな。はい、まあ、そのうち追いつくとは思いますけどね。8の70。はい。はい。まあまあまあ。ここはね。うん、8のセンターがどれだ ?8 のセンター、8のセンター、8のセンター。8のセンターが。ー 8, 8のセンター、これ。はい。 もう。はあ<ー>。程よくシャープなんだけどね。けどやっぱ抜けのやつが。<laughs> うん、左が出ちゃうんだよね。どうしても百五の方が抜けがいい。う,ーんうん。だから五点六比べると、だいぶ差は縮まったですね。は、うん。うん、逆に言うと、二四一マル五の方が。五点六から八に絞っても、相対差ないですね。うん。あ、うん、けど、うん、コーナーはすごいよ。八のコーナー、八のコーナー、八のコーナー、八の,のコーナー。はい、これ八のコーナー。だいぶ良くなった。<ー>やっと八に来て、勝負ができる。 あ、うん、そうですねやっとほぼ同等かなはいはいうん,うんだから望遠端は8 <laughs> なるほどね、はい、うんで最後11かな11やったような気がするなうん11111 11 11はい11 相変わらず色は、もうそのまま。まあね。うん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 。はい、十一の。ええと、センター。はい。ね。ああ、これはもう全然違う。抜けがいいですね。うん、違うね。抜けいいね。抜けがいい。もうか。まあ、こういうところの集合体なんだろうね。もう黒の出方が違うもん。黒の。全く違うね。黒違うね。うん、あの。 黒い部分にね雑味が少ないですやっぱ新しい方は、うん、お色のうん、うんうん、ああ残酷ねはい11のコーナーはいもうここは11まで絞ってるので両方ですあここまあそこほぼほぼ同等ですねうんはいん、はい、これであれなんだけどもうこれで一応終わりなんだけど、うん うんうん、えっとちょっとちょっと取ったのがあるんだよなうんえっとね、うん、2>, 2枚くらいうんやっぱ黒のレンジがすごい気がするなるさん俺もそう思う黒がすごいうんあのでも本来ねシグマのレンズってね黒はね得意なはずなんですよそう,そう,そう,そうかつてのねアートレンズもねやっぱり黒はね独特の出方し,しますあのアートは。 だけどこの昨今のレンズの中ではこの24105が黒が一番シグマらしい気がします私のまあ数少ないシグマレンズ経験の中からのお話ですけどもあのそんなような気はしますねうん,うんちょっと待ってね ISO1600 でもノイズ少ない、まあ、こんなもんですよ <laughs> フルサイズはこんなもんですあのセンサーサイズがね大きくなればなるほどノイズに対してのはやっぱり耐性は高くなるんでね フルサイズミラーレスってのは大体こんなもんですね。これ、まあ1600だったらほとんどノイズわかんないですね。うん、1> 1僕も1600ぐらいだったら気にしたことないですね。最後の一枚が、はい。これがまあちょっとほどよく参考になるかわかんないけど、うん。これでいいんだよな。えー、っと今11まで来たんだもんね。はい。えーっと、まあちょっと比べるものではないんだけど、ほうほう。これだ。はい。読み方。はい。 えーと望遠端のそれぞれのコーナーああ淡々ねはいで見ると <laughs>、うん、やっぱあ<ー>やそう現実がこれが出ちゃうんだよねこれはこれ,これも結構残酷ですね、はい、だから 105mm の望遠端がまあまあいいのよ2.8でこれだけ映るから<ー>もうで2470のコーナーの2.8がまあちょっとまあ見ての通りだから この辺なんかもやっぱ望遠端の性能がはいこの105は素晴らしいというのが分かりましたはい以上と以上となります委員長のプレゼンありがとうございますお疲れ様でございます。